柳川長美でーす。イエーイ。おや？おや？おやややや、や、じゃーん。イエーイ。ゲストの森戸千咲ちゃんもいまーす。こんばんは。今ちょっとヒールの高さが違うっていうのあるんですけど、そう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 、私ちょ身長がすごいなんか高い。あの、私今実はちーちゃんと同じくらいの身長なんですよ。今そうそうそう、実際にこう脱いで、ね、すぐにピッて立つと、だからちょっと成長した姿をお見せしたいなと思います。はい、花見でかいでかい。いやー、なにこれ、美味しそう、ウインナー。へえ、ピリ辛もあるし、ただのウインナーもある。鹿肉だって。鹿肉とか食べたことないかも。食べたことないね。多分辛いの苦手な人がいたらあれだから、普通の方がいいかな。普通のやつの方がいいかな、うん、こっちにしよう。ちょっと欲張っていいね。これでっか。これが鳴沢さんのやつだ。うん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 。でっかい、こんなでっかいの。これとかいいんじゃないですか。ね、でっかい。あ、でも、あ、でも3個入り。これこれちょうどいいんじゃない。160円だし、お得だよ。うん、こっちにしましょう。これにしよう。決めた。決めました。君に決めました。決めた。そうだ、あ、でもピーマンも焼けるし、美味しいんだよね、ピーマン。苦手？大丈夫？ピーマンは大丈夫です、うん、いいね。どっちがいいと思う？こっちかな。こっちですか、うん、じゃあこっちに大きい方がいいよ。いい、ピーマン決めた。ピーマン待って、美味しそう。何これ、ヨーグルトって。美味しそう。ヨーグルト食べて育ったとか。へえ、美味しそう。え、てか私牛乳も大好き。牛乳飲みたい。絶対美味しいと思う。牛乳飲みたい。買う。こっちは鹿肉で、じゃあこっちはトンベ。トンベってことで。え、こっちかな。普通の。普通ので。えー、やった。でも美味しそう。えー、楽しみですね。食べたい。お腹がどんどん減ってきます。いやー、惹かれる、こういうのね。いやいや、たくさん買った。いい買い物ができました。さて、大根餅が出来上がりました。ということで、早速試食したいと思います。いただきます。いやー、美味しそう、ね、ちょこんと乗ってるわさびがとっても可愛い。これ可愛いな。いただきます。うーん、わさびが合う。めちゃくちゃわさびが美味しい。あと中に包んだチーズと、あと舞茸とベーコンが合いまってて、なんか本当ですか、ハーモニー、マジで口の中でめっちゃハーモニーです。噛まれてる。美味しい。うん、美味しい。美味しい。美味しいな。やられる話で言うとね、はい、ごめん、もう一個面白いのがあったんだけど、あの、私、ボイストレーニング昨日行ってきて、うんうんうん、あの、菅井先生にやってもらってるんですけど、はいはいはい、なんか私の前が、あの、柳ちゃん、うんうん、柳川奈々美ちゃんだったんですよ。はい、そしたら私に菅井先生が、あいつ私の手に思いっきりよだれ垂らしやがったわよって言ってて、なんかボトッと垂らして、こんなの初めてとか言って、やなちゃんさすが大物だなって思ったので、ちょっとそんな小話を挟んでしまいました。